今週もやってまいりました「ムリタのビジュアル・スインキング・ストラテジーズ」。今週はスペシャルゲストがおりまして108走者のショーンヘッドさんですすすよよろろししししくくおお願願いいまま、うん、じゃあ今回ちょっと2回目なんですけどムリタのビジュアル・スインキング・ストラテジーズどんなことをやってるかといいますとアメリカで開発された美術鑑賞法で。 作品名とか画家とか、まあ、美術の知識だけに偏らないで、鑑賞者同士のコミュニケーションを通して美術作品を読み解いていくものですで。観察力とか問題解決力とかコミュニケーション能力とか、そういったことの向上が期待できます。今回みんなにやってもらう絵はこちら。みんなこれ見たことあるないです。ないです。 しょん,さん,なんか絵描くからもしかしたら知ってるかなって<笑><笑>思っちゃってるんだけど、okay、でコメントに書いてくんだよね。そう2分間時間を与えるので箇条書きでも文章でも絵の情報だけでどんな出来事が起こっているのか気が付いたことをチャットに入力してくださいみんな、準備よい、はい、スタート なんか怖くないこれ見てるとゾンビゾンしな座量が一番最初に書いてくれたから夜だけどコーヒー飲んでるって書いてるけど夜コーヒー飲まないなえ、コーヒーっぽいめっちゃコーヒー飲まないな逆にそうねエスプレッソでしょうかコーヒー気なくてめっちゃ濃いもんね絶対夜眠れないでしょこの人さん自分のコー なんか、でもそれとかストーリー関係あるのかなコーヒーじゃないかこれから仕事に行くとか、夜に行くなるほどね。夜勤な働きとなるほどね。サンドイッチ食べてるのかなって。そんな感じだよね。私はその感じじゃないですけど、パンだけ。なぜならそのパンだけを見ると不景気と思ったんですよ。なるほどね。パンだけ。な貧乏な感じがするもんね。パンとコーヒーだけしか。 食べられなないいみたいなね、うん、でも湯気立ってるからあったかいな、食べれるんだ。確かに。うんあれコーヒーの湯気じゃないの <laughs> 遠くない料理かなああ、そうか。やっぱみんなこの部屋が暗いっていうところから夜に見えるって書いてるけど逆に地下空間っぽいっていう話も出てるけどどうなんだろうこれは地下なんだろうか地上にあるけど、うん、夜パラサイト、確かに。<laughs> 確かにね、なんか。でも、すごい便利な感じね。そうですね。でも、アメリカの目から見ると、ちょっと農家みたいですけど。確かに。かぶってるものとかね。そうです。服装だか。じゃあ、農家ってことは、あれだね、夜働きに行くってことはないのかな朝から昼っていうイメージあるよね、なんかファームとか。そして、その一人男性は、炭鉱労働者みたいんですけど。 確かになんか手とかもすごい黒いし、洋服も薄汚れてたりね、顔とかもみんな悲しそうって書いてるけど、どういうところからそう思った表情,表情がすごい、それこそ下向いてる人が結構その働き疲れて憂鬱になっちゃってるのかなか。なかれこ,れなこれコーヒー注いでる人が指さしてるの気になるって言ってるけど、しかも下向いてるもんね、コーヒー注いでるのに、うん。うん これコーヒーみたいな <laughs> めっちゃよそみしてる感じするけど。うん、なんかいいのかなゴキブリとか。あめ <laughs> っちゃ言おうと思ったい。そうだ、みんな目が合ってないか。合ってないね。合ってる人が一人にもいない。食事豪華に見えるよね、なんか。うん。でもパンとかサンドイッチって普通フォークで食べる確かに。ね、じゃあパンじゃないのかもね。 なんのご飯気になるわ。ご飯めっちゃ気になる焦点というのはどう思いますか、うん、誰がメインかみたいな。ライトとかじゃないよね。どうだろう。どこに焦点が当たってると思うでも俺、パッと見やっぱこう人の表情かな。私の意見は子供。子供、うん うん、なぜなら顔見えないからでも他の人の顔見えるんですねうーん。うーんそうかこの真ん中の人が子供だったってことやっぱこれ家族かななんかでもこの子、この手前の子が子供ならなんか全然なんだろう輪に入れてない感がすごいというかうんなんか子供だったらもっとこう、みんな子供の方向くとかなんか家族なんだったら結構バラバラなのかなと思ったりうん。<laughs> なんだろうさすがに感じがあるかもしれない 結構なんか痩せ,痩せこけてるのがさ、印象的なんだよね。やっぱ肌の色もこれ、すごい荒れてるよね。荒れてるのがめっちゃクラブです。これ、それこそ本当に外で働いた後とか。うん、ね。なんか日に焼けてとか、土とかそうい、ん、う感じがする。ね、うん。ちょっと答え知りたいな。いろいろみんな意見出してくれたけど、<laughs> まあ、どんな意見が出たかちょっとまとめると、 まあ食べてるのは、なんかサンドイッチなのかっていう意見もあったけど、これってフォークで食べるのかなっていう意見があったりとか、まあ、みんなあのそれぞれ目を向けてる人がいるんだけど、目があったりっていうことはなくて、みんなそれぞれ違う方向を向いていて、まあ、真ん中にいる後ろ姿の子供にも目がいってなかったりとか、っていうところからなんか余裕のなさが見えたりとか、まあ、ちょっとだんだんがなくて悲しそうとか、お金がないのかなっていうことが。 まありましたと。ということで、えっと、あ、じゃあちょっと、あの、もう、ショーンの言う通り、じゃがいもを食べる人々っていう絵なんだけど、あの、ヴィンセント・ファン・ゴッホが描きました。ま、ちょっとゴッホの紹介をすると、ゴッホはね、オランダの牧師の家に生まれて、で、大体私たちくらいの頃、結構いろんな職を転々としてて、画商とか、先生とか、本屋さんの店員とか、伝道師とか、 本当いろんな仕事に転職を繰り返してたんだけど、27歳でテオっていう名前の弟がいるんだけど、に勧められて画家を目指し始めます。で、これがゴッホ初めての傑作って言われてるんだけど、これが傑作なのっていう感じじゃん。うん、結構みんなからしてます。面白い、うん。当時のゴッホは俺めっちゃもう表現したかったこと全表現したわ、みたいな感じであの、友達とか弟のテオとか、 家族にこのすった版画をね送ったんだけどやっぱり「めっちゃ全体暗いわ」ってみんなにディスられてたらしい。<laughs> 微妙じゃねみたいな <laughs> で。でなんかゴッホはねあとミレーっていうあの農民の姿を描いてる画家がいたんだけどその人に憧れてずっと農民の絵をね描いていて絵を見てもらうとよく分かる通りり、まあ、手とか服とかもうそういうのを見てすぐ のってわかるようにあの毎日もう本当にめちゃめちゃ絵を描いて研究してたんで、ね、んかゴッホってあさあ色彩豊かな明るいイメージがあるんだけど最初の方はめちゃめちゃ暗い絵を描いてたのねめっちゃ暗い怖いなんかこう,そう色とか全然、ね、ないね,ねないよねまあこれが、うん、あのゴッホって自分の目に見えたものをそのまま描くっていうことをずっとやってきた人だから 本当に農民って、まあ、これくらい暗いものだったっていうのがあのよく伝わるかなと思います。うん、このゴッホの明るいイメージになったのはどこがきっかけだったかっていうと、33歳の時にフランスのパリに行くのね。その時にゴーギャンって人と出会って、で一緒に住み始めるんだけど、そこからはすごく絵が明るくなってます。印象派にね、すごく影響を受けたっていうふうに言われて、もう急にこんな明るくなるの。 そうそうそうで、なんかいろんな色を重ねてまた新しい色を作るっていう研究をしたりだとか、うん、あとあの日本のジャポニスムっていうのに興味を持って日本の着物の美しい女性の絵を描いたりだとかそういうことをしてましたで実はゴッホって今すごい有名だけど、うん、当時全然有名じゃなかったのねで、生きてる間は1枚しか絵が売れなかったらしくて、うんあの もう死んで直後くらいだと3万とか5万くらいにしかあの値段がつかなかったんだけど、1990年には124億円になったらしくて、これって誰のおかげかっていうと、弟のテオの奥さんがいるんだけど、ずっと弟のテオがお兄さんを信じて、お兄さんはあの働かなくていいから、俺がお金あげるからずっと絵だけ描いてくれればいいよみたいな。 感じでサポートしてたんだけど、ずっとやっぱりお兄さんの絵を売りたいとか、良さを知ってほしいっていうことがあったんだけど、お兄さんがね、死んじゃってから、自分もすぐ精神を病んで死んじゃったのね。で、それをずっと奥さんが見てたから、私がその夢を引き継ぐっていう形で、ずっとゴッホの絵を持っていて、で、それに対して価値づけを一生懸命してたからこそ、まあその124億円っていう素晴らしい財産に、 今なったというふうふに言われてますすげえ、全然違う。きょうはい、今日はヴィンセント・ヴァンゴフ・ゴッホのじゃがいもを食べる人々を紹介しました、えー。ムディタは身近に芸術の進化を経験する機会や芸術教育の重要性を拡散するべくさまざまなコンテンツを通して発信しています。インスタグラム、ツイッター、フェイスブックやってるのでフォローお願いします。 この動画が面白かったって人はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。それではまた来週会いましょう。バイバーイ。バイバーイ